こんにちは。今日はカモメのドラマ読みの第11回になります。前回はこの宗麟家の領地の管理人の奥さんであるポリーナとドールンが登場したんですね。ドールンというのはどうもここに泊まっているらしい。前日は泊まっていると。そしてお医者さんであると。でそのお医者さんにどうもこのポリーナという人が惚れてるんですね。好きになっていて、何か私の方を向いてよっていうことで、何を話にしたかというと、アルカージナというこの女優ですね、コースチャーのお母さんのこの女優にこのお医者さんがどうも、仲良く話していたと。それが気になるっていうね、そういうことで、相手が女優だとやっぱりね、男の方っていうのはそういう風に愛想がいいのねって言って、こうちょっと皮肉っぽいようなことを言う。でそしてあなたはね、大勢の女の人にこう惚れられてね、しょっちゅう追いかけられていてっていう。何を言ってるかというと、ドールンはいや私はね、医者としてまあいい医者だったからね、そういう女性が来たんだよと。県全体でたった一人の産科医だったからね、だから女性が私のとこ来てたんだよということを言い訳みたいにするんだけど、ところがすっと近寄ってポリーナが手を握る。そしておちょっと待ってくださいみたいな、静かに誰か来ますよっていうところでパッと切れる。面白い切り方ですね。で今日は11なんですけども、その2人がいるところ、誰が来るかと言いますと、アルカージナですね。これ初めて登場ですね。ここでね、初めて登場の時は私こう赤丸なんかをつけちゃう、アルカージナとかね。で宗麟はさっき引っ込みました。宗麟は何しに行ったかっていうと、前ぐらいの場面でコースチャーがそろそろ始めます、あみんなを呼んでこなきゃって言ってんで、宗麟が呼びに行きますよ、じゃあ私が行こうと。でこれお兄さんだから、妹のアルカージナのこの人43だったかなと息子は言っていた。であと来るのがトリゴーリン、この人も初めてです。シャムラエ、これも初めてです。メドベジェーン、ここで一旦引っ込んでますね。これは学校の先生マーシャもいる。ですからここで初めて出てくるのは、問題なのはアルカージナさんと、トリゴーリンとシャムラエフと。で舞台を見ている人は、今まで登場した人物ではない新人物ですね。新人物にあれ、あの人出て初めて出たなっていうことを見るわけですよ。だからそれによって、どういう、何人来た、 1,2,3,4,5,6 人です。そうすると今はこの舞台上は8人になる。これもドラマリーディング読むときに、まあ誰がどこに立とうと、今舞台上に8人いるよと、2人が、ドールンとポリーナがいて、そこに、アルカジナ、宗麟、これ2人組んでる。でトリゴーリン、シャムラエフ、メドベジェン、これは男3人で、マーシャ女性1人と。ですからここにいるのは女性2人、男6人いて、このトリゴーリン、シャムラエフ、メドベジェンコっていうのは、男3人としてどう並んで入るかっていうのは演出の場面で、ドラマリーディングの場合にはそれはまあ問題なく来たというのが大事なわけですね。でさて話は入ってきて、誰が話を始まるかというと、シャムラエフ、アルカジーナで、ここでまず誰と誰の対話かというと、シャムラーエフが喋ってアルカージナが反応するというね、そういうとこです。シャムラーエフが話し出します。でこれ誰に向かって話してるか、でこれは話の途中でないとわからないですけどね、でもまあ、舞台上の演出だとどう並んでどっち向いてるっていうのは見えるんだけども、まあドラマリーディングですとおよそ、だんだん話をするうちに誰に向けてるかっていうのが分かってくると。シャムラーエフ、その前から読みますね、トガキから。
アルカージナ夫人が総輪と腕を組みながら登場。トリゴーリン、シャムラーエフ、メドベジェンコ、そしてマーシャも入ってくる。シャムラーエフ、1873年にポルタワの定期一の芝居小屋で、あの女優は素晴らしい演技を見せましたよ。もう感動の渦でしたな。見事に演じた。ところで失礼ですが、あの喜劇俳優のチャージンはどこにおるのです？パーベル・チャージンですよ。クレシンスキーの結婚の主役をやらせたら右に出るものはなしですな。あの名優サドフスキーを超えるほどです。いやー本当。それで今あの役者はどこにいるのでしょうな、というところですね。1873年、この劇は30年ぐらい前じゃないのかな、舞台で言いますとね。でその頃の昔の芝居の話をして、シャムラーエフっていう人はどうも芝居が好きで芝居見たと。であの女優は素晴らしい演技を見せましたよと言った途端に、はてと。これですぐ分かる人は、コースチャーが言った、ね、ドゥーゼの話をしたらお母さん怒るんだよ、他の女優なんか褒めてごらんよって、お母さんもうムカッとしてるよって。これムカッとするなというのが、ちゃんと分かる観客は、あ、意識はそこ行くんです。あれアルカジナどういう反応するのかな。だからここにいる俳優さんでもしあの舞台にいるなら、アルカージナ役の人は何よっていうのっていうような、こうクッとね、その反応ができるかどうかということになります。見事に。ところで失礼ですが、あの喜劇俳優のチャージンはって、これはもうね、もう誰に言ってるなっていうのは分かる。アルカージナですよ。つまりあの同業の話をこのシャムラーエフという人は話しかけてる。まだこの人もなんだか分かりません、どういう人だかね。舞台いきなり出てきたらね。でアルカージナも、まあ、女性が2人いるんだから、とマーシャは見てるんですよ、もうお客さんは。そうするとあの女優はって言ったら、この女優のことをマーシャには聞かない。そうすると1人女性がいるな。で多分この女優の話をするんだから、この人がアルカージナだろうなっていうふうにね、まあ観客は分かると。あの名誉サドスキーを超えるほどですって、この場合はたまたま良かったのは、喜劇俳優のチャージンって、これは男かな、女優は素晴らしかった、この喜劇俳優のこの男どうですかっていうねそれを言ってるでこれを言われたアルカージナがどう答えるか。アルカージナ、あなたいつも古臭い話ばかりお聞きになるのね。私が知ってるわけないでしょ。座るねそんなことですよ。でどうしたって不機嫌ですね。私が知ってるわけないでしょ、古い、そんな古臭い。でこれ古いから知らなくてじゃなくてね、もうあの女優は素晴らしかったっていうから、もう本気証明と思ってるから不愛想なんだ。でもう一回シャムラーエフに帰りますね。シャムラーエフ、一つため息をついて、パーベル・チャージン、あんな役者は今じゃ一人もいませんな。舞台も地に落ちたってもんですよねえ奥さん。昔はカシノキみたいにデンとしてるやつがいた。ところが今じゃコッパばかりね。これもちょっと面白いですね。ちょっと一昔前のがいいと。でただこのパーベル・チャージンってどうも男の名前らしいんだけども、つまり昔と今といったら、この、アルカジンは多分現役の女優ですからね、昔は良かったってことを言われたら
なんだってちょっとやっぱりこれも嫌だなと思うんでしょうね。カシの木とコッパの比較っていうのもね、これも面白い。でそれに対してドールンさんが話に加わるわけですよ。ポリーナとドールンがいて、そこのドールンがこの話に入ってくる。ドールン、飛び抜けた才能の持ち主はこのところ確かに少なくなってますね。でもそこそこの俳優の数ははるかに増えていますよ。いや、それは同意しかねますな。もちろん全て趣味の問題ですがね、タデ食う虫もなんとかって言いますからな。というわけです。これもあの演劇論議ですね。飛び抜けた人はいないとドールに言わせるとね。ってことはここにいる人たちはね、やっぱり一通りその演劇を見たり演劇についてなんか論じる意見を言うぐらいの気持ちがある。でこれ何の証明かっていうと、あのニーナが喋っていたあそこは、デカダンの巣窟、あそこはなんかそういうやつが溜まってるとこだと、何かその芸術とか演劇みたいなものは、あのまあ実際の実業に関わるような人にとってはね、こんなうさんくさいもの何やってんだみたいな気持ちがあるんでしょう。で今度はドールンとシャムラエフのちょっと対立がある。ドールンね、シャムラエフ、いやそれは同意しかねますな。でまだドールンシャムラエフってどういう関係か分かんないんですけどね。もちろん全て趣味の問題ですがね、タデ食う虫もなんとかって言いますからな、というわけです。でこれは本当にあの舞台の人にとっては、分からないまま、あこの人なんだろうなって思いながら大抵見るもんでね、どういう関係かまだ分からない。そこで次ですね、今度はその8人いる前に舞台裏からコースチャーが出てきますね。コースチャーが仮設舞台裏から出てくる。アルカージナ息子に、ねえコースチャーいつ始まるの？1分後には始めますからもう少しのご辛抱。あっていうわけです。でこれもね、あのねえというこのねえね、本当にこの短いセリフってあの面白いしやりがいがありますよ。でこれあのねえっていうこの呼びかけね。でこのいつ始まるのって、これはもうこのアルカージナのねえこうしちゃって言ったら、もうこれでああこれ親子だなって、ああアルカージナこれあの女優だっていうのは分かってるから、ああお母さんだなって、お母さんがねえこうしちゃいつ始まるの？でこれは何が前提かというと、お母さんはあんたの芝居なんか見られたもんじゃない、そんなものよくやるわっていうね、もうさ最初からちょっとバカにしている。でそういう言い方で、あんたもうやるの？っていうね、ただお付き合いで来ているような感じです。で講師者の答え方、1分後には始めますからもう少しのご辛抱。これちょっと面白いでしょ。つまりちょっとお客さん扱いですね、母親 としてじゃなくてね、お客さんに対する、観客に対する礼儀みたいな言い方をするわけですよ。だからちょっともう少しの、ちょっと芝居がかったね、もう少しのご辛抱というわけです。アルカージナハムレットの一節から、おおハムレット、もう何も言うてたもるな、そなたの言葉で初めて見たこの魂のむさ苦しさ、何棒としても落ちぬほどに、何棒なんだろうね、何棒しても落ちぬほどに黒々と染み込んだ心の汚れ。コースちゃんハムレットから、落ちるものですか、油ぎった汗臭い寝床の中で浴場にただれた日々を送っている以上
これもね、これはねハムレットのね、これ母親のセリフかな、何ぼ何ぼうとしてもちょっと分かんないですね、元の何ぼうとしても何ぼうとしても落ちる、黒々と染み込んだ心の、これハムレットがね、ハムレットのお母さんが要するにおじさんと結婚したわけでね、お父さんが亡くなってね、その母親に向かって言うと、で落ちるものですかってね、黒々と染み込んだ心の汚れって、つまり再婚して汚れている、うん、父親じゃなくて おじさんと結婚してると、それはハムレット気に食わないんだと。で油ぎった汗臭い寝床っていうのはね、浴場に立たれた日々で、ハムレットがその再婚した母親に対してこうある種のなんかこう嫌悪感っていうかな、そういうのを抱いてるわけですよね。それにかぶせてるわけですよ。ですからあのカモメ見る人は実はハムレットのそういう場面がこの中で思い出される。でそのハムレットの母親と子供の関係と、このコースチャーと母親の関係で、このコースチャーの母親はどうも小説家先生の方行ってるわけでね、でその前のお父さんは何だったんだろう、これ確か俳優だったか、だけど今亡くなったってあったかな、ちょっと忘れてますよ私ね、うん、あ亡くなったんだかな、だからやはりお母さんも要するに正式に結婚したというわけではないけど、そういう関係になっていることを言ってるでしょう。さてこっから話は展開します。そのちょっと芝居がかってやり取りで、これもね、うん、あの2人がちゃんと向き合ってお互いが芝居を知ってるやつで、何を申すのか、あなたはって私はこうだっていうね、そこもあの見せ場になるんだけど、このセリフだとちょっとなんか調子がつかないなっていう感じが今しましたけどもね。でこういうところはあの他の翻訳でもうちょいとあの文語体みたいな調子の訳っていうのは付け合わされると面白いかもしれないですね。でこれはきちんと承知の上でこの2人がやらないと良くないわけです。で先へ行きます。ちょっとこれはねこんな印をつけておきたい。ここでパッとこう場面が変わって、場面というかこうスタンとこうねその場をカッと仕切るように入る。仮設舞台の裏で角笛の音がする。角笛って言うとプーあのピーっていうかポーポーっていうようなもんかね、プープーでそんな音がする、この12を消しときましょう。ここは止めようと思ったんだけども、もうちょっとやってからもうちょっとする、でこれがコースチャーのセリフが続くんですよ。割って入ったのがコースチャーコースですね。でこのハムレットのセリフを彼が言った。でここで切れて、これに実はポーってこれがかぶって、つまり間が空くわけじゃないんですよね。ただれた日々を送っている以上でプーッと音がするか、あと気がついて、皆さん始まりです、お静かに、皆さん始まりです、お静かに、間が空きます。で間があって始めます。杖でコツコツ叩きながら声高に、夜の帳に古城を漂う尊き古き影たちよ、20万年の先いかなることが起こるのか、我らに夢見させておくれというんですね。この口上がやはり舞台で、口上です、口上ですね、口上をコースチャー語る、杖でトントンとつきながら舞台中央でしょうね、こう出ていった、さあ皆さんっていうふうに語る。これも結構難しいとこですね。
舞台上で口上を言ってるって感じがするように読むのはね。で今度は宗麟です、アルカージナで、宗麟の20万年後には何もないじゃないか。でこれはもうあの仮設舞台のすぐ目の前に椅子があってテーブルがあってすぐ目の前ですから、距離的に言ったらもうまあ3メーターとかそのぐらいの目の前でこうねかぶりつきみたいなところで見てるわけですからね、こうやって20万年後には何もないじゃないかって笑ってますね。で講師はうっとしたあれ困ったなと、それなら何もない姿を描いておくれ。落語ですね。つまりドキッとして我らに夢見させてを、夢見させてかな、夢見させてじゃない、我らに夢見させておくれ、夢見させて、夢見させておくれ。で何もないじゃないかと、それなら何もない姿を描いておくれっていうのはこれ古城の続きです。でアルカージナがそうしておくれ、私たち眠っているから、そうしておくれ、私たち眠っているから。もうこれさっきのアルカージナさんはバカにしているというところですな。次でいよいよ舞台の幕が開いて、幕が開いて、ニーナのセリフが始まるんですけど、こっから12にすることにしましょう。ここで切っておきます。何か言いたいことというのはふっと思いつくんですけどもね、私あのカモメの日本の舞台も見たかな。やっぱりここまで来ると分かるのは、アルカージナがこの最初の登場人物のトップに書いてある。ですからこの女優であって、ここに来ているこの主人公としての母親というものがね、ここに来てコースチャーとの関係で、しかし最初からその息子に対して大した才能じゃないよというね、そのお母さんの立場から言うと非常にちょっとバカにしたような感じがあるというね、そういう感じが見えてきますね。で私が見た舞台でもね、確かにアルカージナは、そういう印象で最初から出てきて、割とあのやりやすい役だと思いますよ、ここで、ね、息子に対して私たちは眠っているから。でこれも聞こえるか聞こえないかね、あんまり露骨に言ったら、まずいんで、後者に言うと言っても半分は独り言、半分はまあ聞こえてもいいかみたいなね、その辺の独り言になるかなというふうに、ね、思いますね。というところで、まあ、ここで切っておきます。どうもありがとうございました。